でスタートしまして、そしてまあイブスの方もですね、澤宗則と戦いたいという試合前からのコメントがありました。田尻選手、はいはい、これまでの試合と全く違う試合展開となりました、全く違いますね、今までとね、まあ、お客さんのこう空気もね、一変しましたけど、これ初めて見るお客さんびっくりするんじゃないですか。さあ、イブシ選手は新川岳の出身でしたっけ。そうですね、まあK2 トーナメントですか、キックのトーナメントでも、ね、優勝を飾っておりますし、まあ、今年はですね、初代大会本日の力もね、勝利を奪っています。さあ、出ました、ドラゴンゲート乗り込んでまいりました。マサージであります。対しますは道のくプロです。望月選手もともと空手ですもんね。そうですね。さあ、止まった、当たっていく藤田ジュニア隼人であります。神に守られし者、鉄打ち準優勝。さあ、今年の下半期は大物とのシングル連戦が続いております。タイガーマスク、ウルムドラゴン、石川祐希、ニック統合、ブライアン・ダニエルソン、柴田和頼、さまざまな対戦相手とシングルマッチを経験いたしました隼人であります。そしてさあ、沢にタッチいたしました隼人。ブライアン・ダニエルソンはどこでやったんですか。こちらはですね、ウワイステーションのリングで戦いました。あー、来ますよ。おお、これが本当ですね、全身に電気が走るんですよ、これ。一発でね、これはね、動き止まりますよ、これね。まあ、この中ではね、キャリア的にはかなりね、上になります望月選手なんですが、まあ、勢いは負けてないですね。ここ重い蹴りですね。まあ、空手の蹴りとまた、キックボクシングの蹴りというのはまたこう種類が違うわけですよね、さあ、関節。本当、望月さんのキックというのはですね、はい、普段僕チームを組んでいたん で、ね、あんまり感じなかったんですけど、たまに対戦する機会がありますと、本当に味方でよかったなとそう思うキックをね、見舞ってくるんですよね。なるほど、はい、まあ、戦いたくはないというね、どっちかというと遠慮したいですね。そうですよね、はい、そしてまあ現在ね、ドラゲーナンバーワンのね、そうなんですよね、立場になっております。そうですね。さあ、ここは IJ タッチボルト、こちらも保持しております。もちゆきさんも37ぐらいですけどね、はい、元気ですよ。まあ、他団体にね、はい、先陣を切って出るというね、はい、まあ、元祖多団体男ではありますけど、そうですね、うちに来る前はそういう感じでしたからね。さあ、そしてイブシ・コータ、昨年の、まあ、これ MVP とも言ってもいいね、活躍をしました。さあ、まあ、あの時はですね、素晴らしい空中殺法を披露してくれたんですが、今日はですね、もう殴る蹴るそれしか考えていないとイブシ・コータ言っております。ヘッドバット。さあ、今年最後のバチバチ。おっと、この辺はプロレスラブ、バチバチプロレス、プロレス、そしてプロレスラブ、もう一つの顔のムーブですね。はい、沢選手は星川選手を思い出しますね。あ、コスチューム的にもちょっとね、彷彿させるものありますね。そしてまあ、キャリア的には一番若いカードなんですけどね。さあ、山本キットに総合学び、そして昨年はメキシコ修行、こちらもいたしました。トリモンでね、修行いたしました。この選手、この選手もね、この選手も気強いですよ。あ、本当ですか。はい、もうまだね、生で見たことないんで。そうですね、でも今見る感じガンガン行ってますからね。はい、そうですね、望月さんあたりの絡みもちょっと注目したいですね。そうですね、はい。さあ、そして沢が出てまいりました。やはりこの2人、このバチバチですね。この2人の、まあ、戦いになりますと、よりバチバチ度が急上昇する。さあ、まんじですか、これはね、うん、さあ、プロレスラブ、そして闘魂がさらに宿ったか。タジさん、はい、このルールの経験というのは過去にあるわけですよね。いや、よく考えたらありませんでした。あ、僕がバトラーズ上がった時はね、普通のルールでやってましたね。今、なるほど、バトラーズの参戦経験はね、当然ありました。おっと、強烈、ものすごい音が来ましたよ、これは。ああ、さあ、肉体に
対して殴る蹴る凄まじい衝撃音がご覧に思う。キリトかかと落とし進む選手、これも重いミドルを捉えて逆にさあキックを放っていきました。このあたりも注目の戦いであります。待ち構えるかのようにソバット、とってもこれは昔から三角に見てましたね、ね。さあそしてアンクル、そうですね、たまにねこういう、まあ、僕もやるんですけど、たまにこういう風にね切り返されるケースがあるんですよね。ちょっとでもさあかかとをガツンと固めてますよこれは。そしてさあ場外ではやり合っている4の字いきますかね。さあバチバチプラスプロレスラブ、そのあたりをうまくさあ折り曲げて戦っております。パワーの目乗り4の字固めっていうのは本当有効な技ですからね。まあ、特にこう蹴りを使う選手に対してはね、そうですね、さらに効果的。あの持ち行きさんとかですね、あのレガースを足にはめてるんで、よりあの密着度が増してですね、余計決まるんですよね。さあそしてあれこの澤選手ってあれですよね、ゼロワンで僕会った時別のキャラクターだったんですけど、そうですね、その時はランジェリームと、あそうですよ、ね、はい、別人格として戦ってますんでね、はい、ハヤトとイブシ、お二人はイブシ、おっとこれはもう一瞬ね、スリーウェイかと思うようなね、そんな激しさありました。おっとこれは気が強いですよ、ただのイケメンじゃないとイブシ、何でもできるんですね、蹴り殺す勢いに行ってますよこれは。いやこれは叩き潰しに行ってます。さあ第10回ヤングドラゴン杯優勝しました。おっとこれがですね、背中にこれが最近得意のムーブの一つなんですよね、はい、エプロンに座らせたいとね、これはめちゃくちゃ面白い発想ですね、うん、これはいやこの形では見たことがないですね。チームを組んだ時はあのセットさせる担当でした。あなるほどあのいつもあの本当にそうになって飛んでくる選手を目の前に一番近くで衝撃音をね、そうですね、聞いてる立場ですね。そうですね。さあこれは鼻血ですから口の中切りましたかね。ハヤトは下向いちゃいけないですね。さあ前を向け上を向けハヤト、これも重いですね。これはうわっと捉えた、持ってかれましたね今ボディが体ごと浮きましたね。これも得意のあれですね、攻撃ですね。ハヤトの目はまだまだ死んでいないぞ。沢がいい形でカットを入れました。二角蹴りですね、三角蹴り、おっと選手ですね、マジック選手は。今度は逆にハヤトの蹴りを正面から見てサインブザード、ランジェリフドの片鱗か、ドラゴンスクリュー、プロレスターのポーズ、速いめちゃくちゃキレがありますね、うん、これは本気を上回るスピードで一人の体の中に3人ぐらい入ってそれが通るところで顔出してる、ね、あこれ得意技じゃないですか、これ KIP、うん、フロントゴマシーさん大丈夫ですかね。これはいい形で入ってますよ、これはね、ちょっと入ってますね、はい、持ち行きさん負け負けにいかないですね、がっちり捉えてますよ、これはね、これはかなり苦しいですね、これはね、でもちょっと動いてるんで山本キッド直伝、まんまりだと止められてしまう可能性もありますもんね。あカットもカットも重たいですね、蹴りで入ってきました、ちょっと長くなってきましたね、完璧な形で陣内を、あーちょっと、あー取りました。さあ陣内のプロレスの看板を背負って出てまいりましたジュニア隼人、もう陣内に対しましても物おじするところはありません。おっとこれは陣内のどもたれてきましたかね。今ハヤトは一番自分の得意なものを出すべきでしたよね、相手からね、はい、追い詰めたんだから。さあ持ち次の、まあ、左のねハイキックが最強ハイキック、はいはい、まだ出してないですよね。この間僕も左とあと右なんですよね、最近のフィニッシュは、はい、まあ、右のね新最強ハイキックありますんでね、はい、それがもう決まれば多分 100% だと思うんですけども。なるほど、はい、自分もこの間それで負けました。厳しい、だいぶちょっと
あれですね、まあ、スタミナ消耗してますかね、ハヤトね。もう一度この技にこだわっていく。しかしこれはツイスターじゃないですか。ツイスターいきますかね。ツイスターいった。立ち上がりましたよこの若者。最強ハイキック、左から打っていった。あ、スリーカウントはないんですよね。そうですね、今ちょっとまだ浅かったかなって感じがするんですけどね。なるほど、まだこれ狙ってますね。ね、まだ右が残ってますからね。はい、おっと右行きました今ね。おっとこれは KO、 新最強ハイキック、この技が崩れてしまいました。どちらかというとかすめるような感じだったんですけども、はい、自分もこの間そんなような決まり方だったんですけども、まあ、それでも十分あの頭痛が残るぐらいのダメージを負わせることできますからね。まあ、その前もダメージが効きましたんでね、はいはい、さあもうあのバチバチのままですね、駆け抜けました。この試合さっき言ってなかったですか。こういう試合経験するってことはもう負けてもなんでも、もうそれだけで経験値がずっと上がるでしょう。それこそ望月選手 の、 あの思い切りをして中に顔に一発ずつ食らうたびにどん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 早くの経験値もアップしたんじゃないですか。今日はそうですね。さあそしてなんといかないのはこの両手、この2人はねまだまだねお互いの決着気がついてませんよ。これはねパワーの上の人、そして2人のバチバチライバルストーリーはまだまだエンドですか。まだまだやり足りない、蹴り足りない、殴り足りない余裕であります。さあバトラーズリーグで行われましたこの4選手によります激しすぎるタッグマッチ。さあ最後はこの男、2006年キングオブスケート優勝ドラキーから飛んでまいりました、マサージが新最強ハイキックに乗りまして勝利を奪っていきました。おいおい、来月37の俺がよ、おいこんな大晦日にお前仮面あんな画面に張り合うような試合すると思わなかったお前。おい